ダンスダンスレボリューションウィズマリオ、ちょっと久しぶりにこのゲームやります。結構前にこの DDR ウィズマリオ動画として上げたんだけど、ちょっとまた久しぶりにやりたいなって思っちゃったんで、ちょっとストーリーモード続きやろうかなって思います。で、もう結構久々だからさ、どういうゲームだったかもう忘れたって人 いるかもしれないんだけど、簡単に言うと、ミュージックオーブってのがあって、なんかそれが誰かに奪われたみたいな感じだっけ。あ、で、激ムズコだね。そう、で、そのミュージックオーブを取り返そうみたいな話だったはずで、結構さ、こうツッコミどころ多くて面白いんだよな、これ。で、次、海コースっぽかったな。あ、いい島じゃん。え、なにこの、なんかマリオサンシャイン感。二つ目のオーブはこの辺りに飛んでいったようなのですが、よく見てたな。すげえな。この辺りに飛んでいったようなのですが。あ、あれじゃん、つむじくん。え、マリオに操縦任せてんのかよ。キノピオの船じゃねえのかよ。避けてください。いや、その無茶言われても。っていうか、もう吹き飛ばされちゃってるみたいですね。あははは。あははじゃねえんだ。さあ、助けて。おー、ちょっと、いい迷惑だな。伸びた。なんかいいな。なんかそういうファンタジーチックな感じのところいいよね。あ、キノピコ、あ、キノピコ出てきた。ほら、私のホテルになんてことをしてくれたの。家の仕組みもなかなかすごいですね。上に伸びるなんて。上に伸びるだなんて。確かに、これはいい迷惑だわ。ねじれた煙突みたいになっちゃったじゃないの。どうしてくれるの。いや、なんかこれダンスの力で解決しますとか言うんじゃないの。ちゃんとホテルを修理してもらいますからね、元通りにするのよ。まあ、正論、ごく、至極正論。修理にはかなりの時間がかかりますよ。急いでるのに、急いでるのにじゃねえんだよ。いい迷惑だよ。キノピコ、キノピコが正しいからね、これ。あ、ダンスね。来た来た来た。サクサク直しちゃいましょうよ。で、踊るのはマリオっていうね。わかった、任せろ。ダンスなら任せろ。巻き替えホテルが伸びちゃった。そんなお茶目な感じで言われてもな。あっという間に元通りか、本当に。やろう。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。マリオブラザーズ3より。あ、のこのことクリボーが出てくるのね。オッケー。DDR 自体結構久々だからな。巻き替えホテル、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。あ、すげえ、それ、ヘイボーどっから出てくる。ちょっと音がちっちゃいな。待って。これちょっと待ってね。音ちっちゃいわ。ちょっと待って。ごめん。やっぱ音ゲーって音楽聞こえないとダメだからね。よし。あ、よく聞こえる。ね、でもまだちっちゃいの。あ、これね。いや、むずい。なるほど。あ、いいリミックスじゃん。なんかちょっと、時代を若干感じるけど、でもいいリミックス、これ。いいな。あ、すげえ、音ゲーらしさがある。逆に。あ、てん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 
に難しい。いいな、マイユのダンスもなんかいい、いいねノリノリで、はい、テレレレレテテテレテテ、あ、いいね、わ、マリオ3やりてめっちゃマリオ3やりたくなる、これテテテンテテテテテテテトントン、はい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 、いいね。ヘイコ何もしてねえな、組み立ててんのかみんな、タタン、あ、むずい、あ、はいはい、オッケーオッケー、いいね、このここ好き、この全然マリオ3の原型がないこの辺り好き、はいはい、タンタンタン、なるほど、ノコノコで倒せんだね、え、体力がトントン、はい、トントン、はいはい、トントン、はい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 、トントン、てんてんてん、はい、治ってる、巻きが治ってる、あ、治りそう、あ、飛んでた、はい、飛んでたぞあ、治ってる、すげえ、なんで一回飛んでったんだ、あ、でもなんか前回よりうまい感じにできてるような気もする、やべ、あれだね、ワールド2だからむずいね普通にどうよやればできるじゃない、完全に元通りになったんだよ、本当にね、こんなにやればできる子だと思わなかった。ところであなたたち光る玉を探しているんですって、そうそう、ミュージックオブね、ありか知ってる、海の方に飛んでいったわよ、マジか、よく見てたな、これ本当にホテルか、でも海には危険な、あら、せっかちね、もう月相臭いな、マリオのその海に出る
なんか敵キャラといえばもうゲストだよね。あ、でもなんかあれなんだ、ゴム兵のゴム兵系のでかくね、なんかしかもオーブが飛んでいったのはこの辺りかもしれませんね何を目印に、こんな広いのに全然その辺り臭はないけどな。うん、全然ないよ。なに、わあ、渦巻きか。うわ、もう無理でしょ。あ、もう、あ、これはもう無理ですね。あ、無理です操作不能です、目が回る。いや、多分操縦してるのは多分マリオなんだけどな。あ、近くに島が見えます。なんとかあそこまで避難しましょう。なんか急に進むな。渦巻きに巻き込まれたから全然いけんじゃねえか。そこまでいけんならどこにでもいけるだろう。イエーイおめでとうキノピオ。しかも普通に船止めれてるし。ちょっと休憩しましょう。しかしすごい渦巻きでしたね。いや今のイルカダンスで脱出しましょうとかならわかるんだけど、さすがのアンサンブル号でもあんな渦巻きは超えられません超えられたけど、あ、バナナ、マジか。へえ、キノピオバナナ大好物なんだ。初めて知った食べなくていいな。まず上から落ちてくることについて気にしようよ。なんだその慌て方。ウッキーバナナ、え、空からバナナが降ってきた。バナナをたくさん集めちゃおう。トゲトゲには気をつける。トゲトゲ、突然のトゲトゲ、オッケー、分かった。トゲトゲには気をつけないのね。あ、これあれじゃん、マリオ64の猿じゃない。あー、分かりやすい。あ、このこの最初のそれがマリオパーティーっぽくて好きだわ。あ、でも余裕余裕、あ、全然余裕じゃん。え、これだけでいいの。これあれじゃん、あの撃ったら戻る真ん中へ精神で。うわ、むずいちょ、そんなむずい、ちょ、え、そんな無理でしょ。あ、全部は無理なんだな、多分これ全部は無理だよ、多分そんな無理だもん、だって。で、両方集めれば、え、そう、今の、むずすぎる。え、これ集めさせる気はないよね。わ、だから結構ギリギリな判定でもいけんだね。オッケー、あと2個、オッケー、18、19、うわ、むずくそー、19個、結構シビアだな。めっちゃギリギリじゃん。なんかミニゲームも唐突だな、このゲーム。やっぱり過去の自分のハイスコアが20だ。さっきのこのウッキーバナナ、あの対戦とかでできたら面白いだろうけどね。すげえ建物だな。っていうかさっきのバナナ何だったんだ。これからどうしましょう。船は渦巻きから先に進めないし。いや、そうなの、全然先に進めそうだったけどこの島の人に聞いてみましょうか。絶対ボム兵住んでんな。しかも海賊系だな、その宝の感じ。何それ、誰かいますかみたいな感じ。え、お店かよ、いらっしゃい、出す語尾もっと他の語尾あるだろ、出すってなんだよ。え、1アップ機能いらんな。あ、いらんな。あ、いらんな。あ、いりません、すいません、いりません。せっかく来たのにってなりそう。その左のさ、なんか焼いてるのは何なの、そのなんか珍しすぎない、その調理器具。こいつはウルトラスーパーブースター。ああ、船のパーツなんだ。あ、別に調理器具じゃないんだ。なんかあれだよね、綿飴作る時の器具みたいな感じするよね。これを船につければどんな渦巻きの中でも自由に進めるんだ。すげえそんな便利なものが、都合いいな、なんかすげえ都合がいい。おっと、このスペシャル、名前変わってない、グレートスペシャルブースター、その名前だったっけ。売り物じゃないんだ。じゃあなんで置いてあんの、船でもないのに。名前変わってるよね。そうかい、そうかいなんだよ、そうかい、そうかい、そこまで言うなら仕方ねえ、出す、俺と勝負出す何、僕らが負けた時の君のメリットはあんの。勝負に勝てたならハイパーエコロジーブースター、エコロジーになった、くれてやる、出す、やった。フィッシング、やった、え、いいの、フィッシングやりたいわ。へえ、勝負出す。海賊ジュゲームと釣り対決。プクプクをたくさん釣り上げるのはどっち。転がるコインのようにスーパーマリオワールド。あれ何、あのワールド1に比べてマリオ系の曲が増えてていいね。プクプクすげえ動きすんなそんな感じに来るの、プクプク A って。な、村人 A みたいな感じで言うな。うわ、すげえ、もう本当に対決じゃん。え、ジュゲも踊んの。あ、そうか、フィッシングか、そうだったね。 Are you ready? OK、 ちょっと寒いんだろうな、その、あ、乗り方がいいな、ジュゲムのその乗り方いいな。マリオは若干見慣れたけど、え、ちょ、
曲聞きたい。ちょっと曲聞きたい。あーで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 ーか。なるほど。あ、いいね。このアレンジいいね。あ、これ上下か。あ、2匹来たの見えなかった。あ、いいノリノリ、いいね。あ、すげえ。あ、これね、ワールド2やってよかったわ。めっちゃ、だってこんなテンション上がるじゃん、マリオワールドの。はい、あ、すげえいいミックス。あ、やべ、危ねえ。あ、もう釣りやめて、マリオ、マリオ釣りやめて。あ、やってるやってる。お、釣れた釣れた、今釣れたぞ。おい、どっちのどっちのどっちだ。どっちなんだよ。はい、あ、はい、はい、はい。お、今100コンボいくよ。いった、よし、勝ってる。え、トトトン。あ、むずい。え、ほーい。よっしゃー。なんでほーいって。あ、結構接戦じゃん。ジュギムちょっとしょぼんとしてなかった。ジュギムミス1だって。全然いいスコアじゃん。え、ちょっと休憩してた。船にグレートワンダフルブースターをつけておいてさ、体力がもう、そのブースターの名前とかどうでもよくなるぐらい体力がない。渦巻きの中でもへっちゃらだす。ジュゲム元気だね。もう体力が。また、うん、ありがとうございます。あ、でも、都合よく持っててよかったな。あ、そう、釣りだったね、そういえば。釣りの勝ち負けって何？あ、結局そこなんだ。だから そこへの信頼感何なんだよ。あ、来た来た、渦巻き。別にわざわざそこでさ、そこで渦巻きにかかんなくても。へぇ、オーブの力でできたものですよ。なんで？よう分かったな。誰かがミュージックオーブで渦巻きを作り出しているんです。え、なんでそんなことまで分かんだ。渦をたどっていけばオーブがあるはずです。もう渦巻きの真ん中行っちゃったじゃん。え、そのブースターはさ、別に渦巻きから逃げれるってだけであってさ、別に渦巻きの中に入れるとは誰も言ってないんだが、回転深くに沈むミュージックオーブを持ったり、進め進めアンサンブル棒。え、ステップバイステップマリオワールド。え、もうちょ、何の曲かが楽しみすぎる。ステップバイステップ、トゲトゲ。あ、踏んじゃいけないんだ。はぁ。で、緑のは普通の速さで、赤いのは速いのね。 OK。 まずあれなんだよね。あの、曲を聴いて理解する、あの、この曲だってなるまでにちょっと時間かかるっていう。え、まだわかんない。え、むちゃいるじゃん。え、みんなわかる。てマリオワールドやりて。すぐやりたくなる。タンタンタン、あれ位置がやばい。タンタンタン、はい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 、トゲトゲが結構怖い。マリオ操縦してないぞ。船の中で踊るんじゃない。え、大丈夫これ。ダン、トゲが怖すぎる。え、もうなんか、渦巻き飲まれてない単純に。大丈夫かな、結構深いな、しかも。はい、はい、勢いで回してなかった今。勢いで回してるね、これ。絶対何も考えずに回せる。あ、曲聴け。なんか背景見てたらこれが DDR ってことを忘れる。はっ、タン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 、はい、タンタン、はい、タンタン、はい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 、あ、いいね、タンタンタン、テンテン、あ、いい。だからその勢いで回すのやめろって。その顔。あ、とりあえずクリアした。あ、やっと操縦する気になったか、マリオ。
ちょっと休憩休憩休憩。いや、マリオ嬉しそうだけどさ、勢いで回してたじゃん。あ、とりあえず A だ。どうぞ。なんその竜宮島みたいな、竜宮城、竜宮城みたいな。あ、あった。そんなあっさり見つかんの？絶対誰かいるって。ゲストじゃない、ゲスト。2つ目のミュージックオブですよ。っていうかすごいね、この施設、施設というかそこのこの建物。あ、嫌な予感します。今ボス当てちゃったか。当てちゃった当てちゃった。しかもマリオそんな驚いてないな、見慣れてるゲストに。とてもお怒りのようですね。なんとなくオーブは渡さぬと言ってる感じがします。なんでそんな欲しいオーブなんでそんな奪おうとしてるの。なんか別にゲストのものじゃん、もう今となっては。まあでもね、なんか世界に音楽が溢れないようにするためにみたいな。お、もうタイトルが良くない？泳げ四分音符。泳げ四分音符ってタイトルいいな。神殿に住む大きなゲスト、ダンス勝負でミュージックオーブを取り戻そう。ゲスト踊ってくれんのかな？見てー。うわ、すげえ。待って、ゲスト&ゲスト足。小さなゲストは矢印と同じようにタイミング合わせて踏んでいきましょう。うん、ゲスト足は？少し意地悪な。ゲストの足は小さなゲストより速いスピードで伸びていきます。これ長押しとかじゃなくて、とりあえず踏めばいいのかな。泳げ四分音符。あれ今タイトル違うかな。まあ今のは違うんだな多分。すげえ、結構距離あんな。あっ、てん、マリオの水中といえばこれよ。ててんててん、いやこれだよね。ミスっちゃったけど、すげえ、結構優雅な曲じゃん。優雅な曲だから優雅なダンスかなと思う。びっくりした優雅なダンスかなと思わせて結構激しいダンス。あ、でもいいね。いや激しいダンスしてんな。トーントン、やっぱこの曲だよな、マリオの水中。チャラチャラ、おー、むずい。テレテンタンタンタン、おー、うん、むずい。結構変速タンタン、えらい。あのね、そのかっこいいアレンジ。もうマリオいい踊りしてたな今。リプレイで右に出したいぐらいいい踊りしてた。リズムがむずい。あ、おい、音源が、その8ビット感。うわ、今一瞬8ビット感あったよね、ファミコンみたいなゲストの足に毎回ちょっとビビるな。お、なんか足迫ってない、大丈夫。タラランタンタンタン、トン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 。ゲストは踊ってないんだね、バトル感はないなトン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 、はい、トントントン、はい。いや遅い遅いって言われてた。あ、でも良かったな今の途中のあの8ビット感、すげえ良かった。あ、ミス1だ、最後か。あ、最後でも遅いだったもんな、休憩やったゲストかわいそうすげえかわいそう。もう沈んで、どこまで沈んでいくか見よう。あ、もう完全に沈んじゃった。しかし素晴らしいダンスでした。リズム抜群、惚れ惚れしちゃいましたよ。あ、なんか今回はあれだね、明確な敵という感じの敵はいなかったというか、まあゲストが敵といえば敵だけど、まあこういう感じでもあったりするんだな。てっきりなんかワリオとかそのあたり出てくるのかなとかってちょっと想像してたけど、まさかのゲストっていうね。残るオーブは2つ。お、行くぞ行くぞ、行った。あ、バイバイ。キノピコさ、そこ客来る。で、これでワールド3に行くんだね。あ、結構さ、一つのワールドサクサクだな。うわ、次遊園地だって。これはやりたいわ。けどまた多分ちょっとパート数上げてとか日にち上げてやりますまた急にやりたくなったタイミングでやります。まあちょっと前回これクリアできなかったからね、今回クリアしたいわ。で、ストーリーモードだとベリーハードだけど、これフリーだからスーパーハードなんだよねこれ、やばい、あー、ちょっとやばい、あぶね、よし、やばい、
ぞ。落ちて、まだ大丈夫、危ねえ。タンタタタンタタタンタンタタンタンタンタタンタン、はい、タタンタ、やばい、ここで回復しないと。いけるぞ。やばい、やばい、ここやばい、マジでやばい、あー